河内職は日本の律令成果で奈良時代の聖徳天皇治世紀に河内国に設置された行政機関。最強とされた吉吉の宮が置かれた同国の司法、行政、警察を担当した。湯吉の宮は俗日本記によると天平神保元年10月に聖徳天皇が行幸したという湯源宮を解消し、最強として同国大天軍、和解軍、 高安軍から安宿軍、四季の軍の一部にまで拡張したものと推測される。最強と称されたのは、天平法治5年10月に、大見国宝、長宮、ラ系を北京としたものに対抗したものであり、利休としてよりもバイトとしての意識の方が強かったと、される。最強の建設により、教式や節職に習い、神語慶運3年10月には、河内国が、 河内職に改められた。大部、助大、昇進の官が任命され、それぞれ14以上、15以上、外15位下に相当する者が選ばれ、両性において大部が、正五以上にあたる節職よりも優遇されていたことが、わかる。この時の河内大部には、同年10月19日に、河内守に任命されたばかりであり、左中弁、右表へただし、 匠頭を兼任していた藤原雄伝マロが留任しており、次官に、貴皇帝、大臣に、河内三リッターマロ、昇臣に、高安伊賀マロがそれぞれ認じられている。同じ日、70歳以上の人に物を賜物の組みし、河内国のその年の長、大県、若江の二軍の伝祖、飛鳥部、部四季野の二軍の伝祖の半分を免除し、同国で死罪以下の罪を犯した者を赦免している。 聖徳天皇は、翌神母慶雲4年の2月27日から4月26日まで、吉吉の宮に行行しており、この地で、白木市の来庁の理由を尋ね、白木国王及び施設への物品を賜物組し、その他、少女や会員の任命を行っており、当時の最強は事実上の首都であった。また、3月28日にはくずい、船、 すしなど六くの男女百三十人が歌書きに奉仕し、見事乗りして、五位以上の人々と、うどねり及び女ジュラをその中に参加させているが、直後に、河内大部の藤原武士伝丸以下の人々が、天皇を威武するために、山と舞を披露している。しかしこの時、行行してからほどなく天皇は、体調の不調を訴えており、そのため、平城宮に戻ってから百日余り自ら政務を取る。 ことはできなかった、という。同年8月、聖徳天皇は平城宮の西宮で崩御し、白壁王が皇太子となった。同月、河内職は河内国に服されている。10月、年号は放棄と改元された。ありがとうございます。